はい。産福祉持、資格合格チャンネルの講師のおつーちゃんです。この動画では、社会福祉士や福祉住環境コーディネーター、そして公認心理師などの福祉系、心理系の国家資格を見るだけ、聞くだけ、聞き流しで合格レベルにする動画となっております。えー、ぜひ、皆さん見て、聞いて、学んでください。それでは行きましょう。はい。産福祉持、資格合格チャンネルです。講師のおつーちゃんです。今日もよろしくお願いします。 社会福祉試験最終確認わかる青年貢献制度という内容で今日はやっていきたいと思います。えー、試験直前ですが、えー、青年貢献制度かなり重要ですのでね、えー、深掘りしていますのでね、しっかり見て聞いて覚えてください。それでは行きましょう。社会福祉試験最終確認わかる青年貢献制度についてです。一番です。えー、貢献制度の種別についてです。まあ基本的なことですが、ちょっと見ていきますね。 まず、左からですが、貢献制度というものは2つに分かれます。はい、えー、未成年貢献制度とですね、成年貢献制度ですね。そして成年貢献制度はさらに2つに分かれます。法定貢献制度と任意貢献制度というこの2つですね。えー、任意貢献制度というのは、 えー、貢献される側の人ですね。非貢献人と言いますけれども、えー、その方がですね、まだこう元気なうちというか、えー、意識がしっかりしているうちに、まあ、誰かですね、知っている人であったりとか、えー、きちんとした人にですね、えー、貢献を任せるよという制度。で、えー、上の法定貢献制度の方はですね、あの、法律に基づいた貢献の制度となりますね。そして法定貢献制度は3つに分かれます。 はい。えー、まず、貢献ですね。貢献と、そして補佐。そしてもう一つですね、補助ですね。貢献、補佐、補助というのが、えー、法定貢献制度になりますね。今です。貢献と補佐と補助では対象者の判断能力はどんな違いがあるでしょうか、えー、この三つなんですけれども、えー、対象者の判断能力に違いがあります。まず、貢献の方ですが、 えー、けているのが通常の状態ですね。判断能力が欠けているのか通常の状態なのか貢献です。そして補佐の方ですが、判断能力が著しく不十分なんですね。えー、けているのが通常の状態よりも、まあ、もう少しマシなんですけれども、ただし著しく不十分。それが補佐となります。で最後補助ですが、これは、まあ、不十分。 という形ですね。まあ、どっちかというと、補助の方が一番軽くて、そして補佐が次に軽くて。で、貢献っていうのが、まあ、あの、判断能力がほぼないよという、そういった状態の人となります。3番です。貢献、青年貢献制度の申し立て賢者を答えましょう。はい、本人ですね。そして、えー、配偶者。で、四親等内の親族。これも申し立てを できる人になります。で四親党内の親族とはどんな人なのかというところなんですが、えー、父母、祖父母、子供、孫、ひ孫、兄弟姉妹、おいめい、おいめいの子供、おじ、おば、おおじ、お,おば、まあ、お,、えー、おじおばのね、お父さんお母さんの子ですね。そして、いとこ、などということになりますね。まあ結構 四神党内ととといいいいいううのは広い範囲であるよということを覚えておいておください、はい、そして、未成年後見人等ですね。本人が未成年の場合は、えー、未成年後見人等というのが申し立て賢者にもなります。そして、検察官。で、任意後見、受任者等ですね、えー。先ほども言いましたがあの、まだ本人が意識があるうちにですね、はっきりしているうちに、 えー、後あとあと貢献を任せるよという方が任意貢献受任者になるんですが、えー、その場合ですね、任意貢献契約後に法定貢献開始の審判をする場合ですね。そういう場合は任意貢献受任者が、えー、申し立て賢者にもなりますということですで。最後ですが、市町村長などとなりますね。この1234567名、まあ、ちょっと覚えておいてください。 4番です。公権では本人のやった行為に関して同意権取り消し権の範囲はどうでしょうかはい、えー、同意権はないんですね。えー、公権では同意権はないということ。まあ、これなぜかというと、米印ですが、非公権人には、たとえ同意を与えたとしても、その通りに法律行為をする可能性は著しく低いので、 同意権は不要であるため認められていないということになります。まあ、同意権がまああの与えたとしてもまあできないというか、まあ、あの難しいというか、可能性は著しく低いので同意権は不要なんで認められていないよということになります。で取り消し権は日常生活に関する行為を除く行為にはありということですね。で除く行為。 えですね。日常生活に関する行為を除く行為というのは、食料品や日用品の購入、運賃等の支払いなどは、取り消し権はありませんよということですね。貢献人には取り消し権は、食料品や日用品の購入、運賃等の支払いなどの行為にはないです。ということですね。このあたりも、まあ、あの、試験にね、かなり出やすいんでね、覚えておいてください。5番です。 補佐では本人のやった行為に関して同意権取り消し権の範囲はどうでしょうかはい。日常生活に関する行為を除く民法第13条第1項覚悟所定の行為にはありなんですね。えー、ちょっと難しいですけれども民法第13条第1項覚悟所定の行為には同意権取り消し権はありなんですが、その行為というのは米印ですね。 借金、訴訟行為、相続の承認、放棄、新築、改築、増築などですね、えー、にはあり、ということになります。まあ、要するに何が言いたいかというと、こう、重大なことには取り消し権や同意権は補佐人にあるんですが、もう重大なことですね、借金とか相続の承認とか、えー、家の新築、改築、増築には、 え、取消し権、同意権は補佐人にはあるんですが、それ以外の行為にはないということになります。6番です。民法で定められている青年後見人の結核自由を答えましょう。まあ、結核自由というのは、青年後見にはあなたなれませんよということですね。それが5つあります。答えましょう。はい、まず1つ。未成年者には青年後見人にはなれません。 そして、家庭裁判所で免税られた法定貢献人、補佐人、または補助人にもなれません。まあ、家庭裁判所でですね、免税られたというのはもう辞めさせられたというか、あなたダメですよと言われた方ですね。そういった方はなれません。そして、破産者もなれません。非貢献人に対して訴訟をし、またはした者ならびに、その配偶者及び 特計血族もなれません。まあ、あの、非貢献ですね。貢献される側の人に対して、訴えを起こしたと。または、その、下物、者。ならびに、その、した人の配偶者。奥さんなり、旦那さんなり。であったりとか、まあ、あの、濃い、あの、親戚の方はなれませんよと。まあ、当たり前ですね。そして、え、行方の知れないものですね。まあ、これも当たり前ですが、そういった方、5名はなれませんということになります。 7番です。親権者の死亡などで親権を行うものがない場合の法廷代理人。法律上で認められた代理権を持つ人のことを何と言うでしょうか未成年後見人ですね、えー。これはまあ親権者の死亡というかまあ親御さんであったりの死亡とか、そういったことで親権を行うものがない場合の法廷の代理人は、えー、まあ未成年後見人と言います。 8番です。上記のものですね。未成年貢献人の申し立ては誰が行えるでしょうか ?3 つ答えましょう。はい。未成年者貢献人。それと、あ未成年者本人ですね。本人は申し立てもちろんできます。そして親族。それと、その他の利害関係者ですね。この3人は未成年貢献人の申し立てができる。 ということで、この辺も試験に出やすいんでね、覚えておいてください。9番です。補佐人は法律行為の同意権と取り消し権を持ちますが、補佐人が同意や取り消しをすることに対する本人の同意はどうなるでしょうか不要なんですね。まあ補佐人というのは一番まあ軽い方ですね。軽い方の補佐をする方が補佐人というんですが、 同意権と取り消し権をもちろん持つんですけれども、その同意や取り消しをする場合に本人の同意は不要なんですね。10番です。補佐人の代理権は申し立てた特定の法律行為の代理ができます。ただし何が必要でしょうか本人同意が必要となります。補佐人には代理権がもちろんあるんですが、 ただし本人の同意が必要ですよということですね。ここら辺ややこしいんですが、これも覚えておいてくださいね。11番です。補助人に選任されただけでは、法律行為の権限を持たず、同意権、取消権、代理権はどのようになっているでしょうか同意権不要の審判により、同意権と取消権を持つんですね。 そして、代理権付与の審判により、法律行為の代理権を持つということになります。このあたりもですね、覚えておいてください。法上人に選任されただけでは、えー、権限は持たないんですね。で同意権取消権代理権は、同意権付与の審判によって、同意権と取消権を持ち、代理権付与の審判によって、法律行為の代理権を持つということになります。12番です。 上記については本人の何が必要となるでしょうか本人同意なんですね。先ほど補佐人の方もですね、本人同意が必要ですよということ、代理権の、代理権には本人同意が必要ということなんですが、補助人の、あの、こういった同意権とか取り消し権とか代理権についても、えー、本人の同意は必要なんですね。これも押さえておいてください。13番です。補助人の権限には、 保険人や補佐人の代理権と同様に居住用不動産の売却には何が必要でしょうか家庭裁判所の許可が必要なんですね。これかなり重要です。家庭裁判所の許可が必要。それは、えー、居住用不動産の売却にはということになります。14番です。法定公権制度利用の流れについて見ていきたいと思います。 えまずですね、はじめに一番ですが、申し立てはどこに行うでしょうかはい、家庭裁判所ですね。これもですね、基本中の基本ですが重要です。家庭裁判所に法定貢献制度の申し立てを行います。そして、法定貢献の開始の請求権者、えー、申し立て書の提出ができるものを答えましょう。 はい。残と出ましたが、先ほど最初の方にも言いましたけれどもね、かなり重要なんで、もう一回言いますね、えー。法定貢献の開始の請求権者、申し立ての、えー、申し立て書の提出ができるものですが、えー、まず一つ目が本人、配偶者、四親党内の親族。そして二番目が未成年貢献人や未成年貢献監督人です。この人らちの場合は、本人が未成年の場合です。 で、3番。青年貢献人や青年貢献監督人の場合は、補佐や補助に移行する場合が、この方になります。で、補佐人、補佐監督人、補助人、補助監督人の場合は、まあ、どちらもですね、青年貢献や補助に移行する場合であったり、青年貢献や補佐に移行する場合が、そういった人たちが、え請求権者となります。で6番です。検察官。 そして7番、市町村長ですね。市町村長の場合は、身寄りがない場合や、身寄りがあっても、何らかの事情で申し立てが困難な場合は、市町村長がなります。15番です。申し立ての後、審理を行いますが、そこでは必要に応じて、本人に判断能力がどの程度あるのかを、医学的に判定する何が行われるでしょうか 精神鑑定なんですね。まあ、これ、必ずしも絶対行われるというわけではないんですが、その、まあ、あの、えー、保の場合とかですね、えー、補佐とか補助の場合ですね、判断能力ですね、本人の判断能力がどの程度あるのかを医学的に判定する必要がある場合は、精神鑑定が行われます。16番です。審理の後、審判が行われ、何が決定 決定するでしょうか法定貢献等の開始と法定貢献人等の選任ですね。これがまあ,あの審判により決定されます。17番です。では、審判の告知ではその確定時期はいつでしょうか まあ、あの、審判によって、その法定貢献等の開始とか、法定貢献人との選任が決定するんですが、それをですね、告知と言って、こう、まあ、あの、知らせないといけないですよね。知らせて、その確定する時期はいつでしょうかということですね。はい、え告知後、2週間の経過後となりますね。え2週間後の翌日が、ま、その確定時期となります。18番です。告知後の二週間は、 審判の内容に不満がある場合に何が行える、行える期間でしょうか不服申し立て期間ですね。即時報告期間と言います。まあ、あの、告知されてですね、審判の内容にあ、ちょっと不満ですよと。どうにかできないでしょうかですかとか、えー、違うんじゃないですかということ。そういったことができる期間が2週間の間なんですね。それを不服申し立てと言います。 そしてですね、審判が確定し、効力が生じるのは、はい、告知後2週間の経過後となりますね。このあたりもですねこあの、細かいですが覚えておいてください。はい、19番です。青年貢献制度の主な課題についてです。この青年貢献制度もいろいろなね、課題があるとまだ言われておりますんでね、このあたりも試験には出やすいと思いますねちょっとこう、あの、集中的にやっていきます。えー、まずですね、課題。 四つ、大きくは四つあります。まず一つ目が、医療行為の同意についてです。現状なんですけれども、医療行為を受けるためには、本人同意が必要となります。ただし、これ代理権がないんですね。後見人等には代理権がない。その課題としては、はい、本人が同意できず、医療を受ける権利が奪われる可能性が あるということですね。後見人等に代理権がないということは本人が同意できない可能性かなり大きいんですね。っていうことは医療を受ける権利が奪われるという可能性もあるということが課題になります。はい、次にですね、本人死亡後の青年後見事務についてです。現状は青年後見人の権限は本人死亡により消滅してしまうんですね。で、財産管理は相続人に 継承されるということ。これが今のところそういった流れになっているんですが、課題といさしましては、青年貢献終了から財産継承までの行為の法的根拠が曖昧なんですね。あの、本人死亡によって貢献人の権限はここで終わっちゃうんですね。まあ、病院なり、まあ、自宅なりで息を引き取るといったところで、 後見人の権限が終わってしまうんで、じゃあ財産管理は誰が行うのよというところですね。あの、まあ、基本的には、ま、相続人に継承なんですけれども、そこで後見人がパタッとこういなくなってしまう可能性があるんですね。そういった場合に、あの、継承がまあちゃんとできるかどうかまでの法的な根拠が曖昧なんですね。そこが、ま、課題の一つと言えます。 次に、市町村長申し立てについてですが、現状は法律上市長、市町村長の青年貢献申し立ては義務となっております。まあ、誰も申し立てする人がいないよと、四神灯代の親族もいないよという場合は、基本的には市町村長の青年貢献申し立てとなります。ですが、課題といたしましては、青年貢献申し立ての必要性の解釈について、 ごめんなさい。字が一層多いですね。自治体間でばらつきがあるということなんですね。市町村長の青年貢献申し立ては義務なんですけれども、まあ、あの自治体によっては申し立てをしてくれないとか、してくれにくいとか、すぐにはやってくれないといった課題があるということなんですね。はい。四つ目ですね。市民貢献人の要請ということで、現状では、 親族以外の第三者が選任されるケースが増加しております。まあ、親族はですね、あの、後見人等になってくれればいい。そして専門家、まあ、あの、司法書士とか社会福祉が、あの、後見人等になってくれればいいんですけれども、それじゃあ、まあ、数が足りないというのが現状なんですね。親族以外の第三者が選任されるケースが増加しております。そして課題ですが、 市民貢献人の要請が遅れており、浸透普及が十分ではないということですね。あの、親族もでき、なれません。そして専門家の司法書士や、あの、弁護士や、えー、社会福祉も、全部が全部なれるわけではないんですね。そういった場合に、あの、親族以外の市民貢献人というのがいるんですが、それの要請が必要なんですけれども、遅れていて、 そして浸透や普及が十分ではないというのが課題の四つ目となります、はいえー。今回ですね、試験対策として最終確認、わかる青年貢献制度という動画を作っています、えー。社会福祉試験の試験直前対策としてすぐに役立つキラー動画を今回も作っています。青年貢献制度、なかなかややこしいし難しいんですが、えー、試験では必須になりますんでね、これを理解しているのとしていないのではかなり えー、合否に関係していきますんでね。この動画直前までお使いください。はい。えー、何度も何度も繰り返し動画を見て聞いて覚えてくださいね。聞き流しながら聞きで OK ですのでね。生活のちょっとした隙間時間や空いた時間、通勤通学の時間、夜寝る前の30分とか、朝起きた後の15分や20分でもいいのでね。毎日毎日コツコツ聞くこと、見ることで、必ず成績は上がりますんでね。えー、ぜひぜひ、えー、ご活用ください。 はい、社会福祉の試験対策動画、まだまだ開けていきますので、よろしくお願いします。以上です。